はい、で今日やるのはちょっと寄ってください、ここの準剣士の初段竜王剣で諸手巻き抜きですね。諸手悪い気を前にやったので今日はこの諸手巻き抜きをします。今日は2021年の11月24日でこの砂川沿いの周りを雪がすごい勢いで降りました。夕方ちょっと前からものすごい数の雪が降り積もってきますね。まあこのやつ、そしてここちょっと読んでみるかな。ここに書いてあるこのやつはですね、私がイギリスに行った時にグラスゴー大学に行った記念にもらったものですね。それとこのキャップですけども、これは、有名な大谷翔平君が WBC で MVP 取りましたけど、その時にまだ彼が北海道の日本ハムで、ピッチャーやってる時に、その時に私が、彼が投げた時の野球の試合を私の次女がスプレーで作って、それを見に行った時に購入した帽子です。だから日本ハムにいたっていうね。で彼はすごい活躍をしてるのすごいなと思います。あとここなんですけど、ちょっと写真があったんですけど、これは四国の田中正則先生の子供さんで、田中圭一っていう、フィギュアスケートの選手ですね。まあ、ちょっと交流があって、田中先生とやり取りしてる中でもらったハガキです。今もまだ現役でやってると思うんですけど。まあ一応そんなことでここに書いてある資料をちょっとやってみましたね。